はい、スリーディンチです。今回は、XP 転写様の液晶ペンタブレット、アーティスト、22クラスをご紹介します。早速、見ていきましょう。大きな箱から本体を取り出します。重量は、約 5.5kg でずっしり。続いて、付属品を取り出します。こちらの白い箱にまとめられています。保証書、クイックガイドと天野芯抜き、ペンホルダー、クリーニングクロスがまとめられた袋、日本指グローブ、ムータ、HDMI ケーブル、電源コード、電源アダプタ、USB-A と USB-C ケーブル、USB-C と USB-C ケーブル。付属品は以上。こちらが最新の X3 Pro スマートチップスタイラスペン。もちろんバッテリー不要です。サイドには2つボタンがついています。液タブ本体を見ていきましょう。背面には角度調節可能なスタンドがついており、自分の好みの角度で液タブを設置できます。スタンドを取り外すと、レザーマウントでモニターアームに設置することもできます。デザインについてですが、スリムでミニマルな外観です。液タブの画面は 21.5 インチフル HD です。上面には電源スイッチと輝度調整ボタン。そして着脱可能なペンホルダーを備えています。ペンホルダーには会心を格納しておけますよ。良いですねこれ。液タブ用ペンの置き場所は個人的にこの形式がベスト。背面にポートが集まっています。早速ケーブル類を接続。今回は USB-C 1本でモバイル PC とつなぎます。ケーブル1本で済むのもありがたいですね。つながりましたね。色域は sRGB99%、Adobe RGB91% カバー。視野角は178度。カメラ越しでは伝わりづらいですね。PC 側にはドライバーソフトウェアをインストールしておく必要があります。公式サイトから最新バージョンをダウンロードして導入しましょう。再起動し、早速使えるようになりました。私は必ずサイドのボタンを右クリックと中クリックに設定しています。主に 3DCG ソフトを扱うためですね。X3 Pro は 16384 レベルの筆圧に対応。設定画面から確認できますよ。ペンの先端には 0.6mm の沈み込み、傾き検知機能も60度まで、4K くらいの頃から思ってましたがもう十分ですよね。画面はフルラミネーションのスクリーン加工を施されており、視差が少ないのも特徴です。筆圧も良好で、描いていて、何も違和感はありません。フェンダーのスカルプトでも、ちゃんと筆圧検知します。それでは、いつものように、ブレンダーで落書きスカルプトをしていきます。倍速でお送りします。今回も、お猿さんをベースにしたマスクを作ってみます。難しい機能を使用しないローテクスカルプトです。後で気がつきましたが、ディスプレイにヒントがあっておらず申し訳ないです。描き心地に、一切違和感はありません。とても優秀な液タブですよ。個人的に、液晶タブレットは、このサイズが最大値かな。これ以上防腐キーと逆に使いづらそう。ディスプレイが大きいので、キーボードとのデスク上のレイアウトが少し悩みどころですね。あは、補助として片手用でバルスも導入することをお勧めします。
ハワイマスクのベーススカルプトができました。最後に話題のインスタマットでローポリ生成 UV 展開ハイメッシュからのベイクを行い、サクッとテクスチャを制作。アンリアルエンジンのメタヒューマンさんに装着。ラフなコンセプトモデルですが、キュートなマスクが仕上がりましたね。いかがでしたか？ XP10 の液タブ、アーティスト22プラスの紹介でした。この液タブは、大画面と高い筆圧感度を持ち、イラスト制作や 3D スカルプトなどのクリエイティブな作業に最適です。もし、この液タブに興味がある方は、XP10 の公式サイトや Amazon などでチェックしてみてください。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。解説は 3D 値のバーチャルキャラクター、みやみがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。